どうも皆さんこんにちは、 J リーグおきばりチャンネルのハリボーです。さて今回は J1 リーグ第7節5対0、今季初の3得点以上となった試合を振り返っていこうと思います。後半に一気に爆発したものの、前半は少しもやっとする展開だったとは思いますが、その要因と後半流れが変わったポイントを解説していきたいと思います。それでは行きましょう。両チームのスタメンから見ていきましょう。 F マリノスの11人はこちら。なんといっても注目は右サイドバックに入った山根陸、開幕前のキャンプではチーム事情で左サイドバックをやっていましたが、怪我人がまた増えてきたこの状況での抜擢となりました。吉田真人は一旦大学の方に戻っているようです。そして水曜日のルヴァンも体調不良で急遽欠場となった西村はこの日もメンバー外。ダービーに滅法強いマルコスがリーグでは初の先発となりました。一方相手の方は前節福岡戦からサイドバックを変更しております。林が右に回って和田拓也が左に入りました。結構中村拓海がキーになる選手で、外さないかなと思っていたので、ここの人選というのは少し意外だったかなと思います。結果としては5対0で勝利、5対0、結果でしっかり違いを見せつけることができました。ただ特に前半は0対0で、なかなか F マリノスも良さが出せず、逆にカウンターを食らうシーンもあったので、スコアほど内容で圧倒できていないのではという見方もあるかなと思います。まずは最初に前半うまくいかなかった要因から見ていきたいと思います。まずマリノスのビルドアップに対して、この図のように最優先はサイドバックとボランチを消すという選択を取ってきました。センターフォワードの小川はセンターバックにそこまでプレスをかけずに中央のルートを限定します。そして前を向かれたら一気に前進されてしまうような渡辺に対しては、後ろ向きでプレーさせて奪ってカウンターという狙いがあったかなと思います。この日は狙いどこにされた渡辺もなかなか前を向いたり運んで前進というプレーが、なかなか出せず、本人としても非常に悔しい試合となってしまいました。ただあくまで配置を見ると、マルコスであったりウィングは空きやすい形ではあったので、一本縦パスが入ればそこからサポートするウィングを使って一気に逆サイドまで展開という攻撃パターンは作れたかなと思います。とにかくこの日の前半は焦りもあったからか、雑な縦パスというのが多くて、自分たちから相手にパスを渡してしまうシーンが多かったのかなと思います。立ち上がりに取り消しになった山根のゴールシーンはまさにそのお手本で、しっかり形を示せていたので、自列に続けられればもう少し楽に試合を進められたのかなと思います。また相手の右ウィングの近藤が、そこまで落ちないで長戸が上がった背後を狙ってカウンターを仕掛けていたので、なおさら攻撃を完結させていい状態から守備を始める必要があったのかなと思います。実際相手の両ウィングは非常にスピードがあり脅威にはなっていましたし、最後のクオリティが高ければ失点してもおかしくないという、シーンはあったと思います。今後ジョイとの対戦の際にも落ち着いて回すっていうところは、しっかり続けていってほしいかなと思います。ただそんな停滞感を払拭すべく、ハーフタイムからアクションを起こしたというのがポイントだったかなと思います。渡辺もそこまで悪かったわけではないですが、球離れの良さと、こうした場面でメンタルにあまり影響せず、淡々と技術を発揮できる点に期待できる、この藤田ジョエルチマを投入したのは非常にいいメッセージになったのかなと思います。そして立ち上がりに元同僚の和田からボールを奪ってマルコスがゴールを決めます。和田に関してはかつて私もユニフォームを買うほど好きな選手だったので、少し複雑ではあったんですが、特徴も分かった上でわざと少し運ばせてから寄せたというマルコスの賢さを称えたいかなと思います。そして先ほど触れたような前進の形で2点目がすぐ取れたのも大きかったかなと思います。このシーンでは藤田が外に張って山根が内側に入っていましたが、畑中からの縦パスをワンタッチでフリックして一気に前を向いてリターンを受けてマルコスを経由して左に展開。これだけ時間と空間がある状態でエウベルが仕掛けられる局面、ここを作れた時点で勝負あったかなと思います。そしてなんといってもここでも起点になった山根陸は試合を通じて非常に素晴らしいプレーを見せていたかなと思います。最初のゴールは幻には終わりましたが、確かな基礎技術と、ターンや体の向きで逆をついてボールを前に刺したり、さらには近くの選手と絡みながらのポジショニングも非常に素晴らしかったかなと思います。ハーフタイムには畑中からもう少し高い位置を取っても大丈夫というアドバイスも踏まえてすぐに修正してこの2点目につなげた、ここの修正力も見事だったかなと思います。最近若手はほとんどレンタルに出される中、山根を留め続ける理由というのが、この試合であったり先日のルヴァンの札幌戦であったり、ここで改めて証明されたのかなと思います。ただ右サイドバックっていうのは事情的には苦しいですね。
まあ、今のサッカーやる上で一番欠かせない小池龍太がいない中で、まあ、どう落としどころをつけるのか、まあ、ここは今後楽しみにしていきたいと思います。まあ、そんな中で2点目が入ってからはもう試合の決着がついたと言いますか、相手もバランスを崩して前がかりになった背後を効果的について、まあ、追加点を着々と重ねた点、ここは素晴らしかったかなと思います。一森もそんな中でカウンターのピンチっていうのもありましたが、まあ、的確な飛び出しとポジショニングで防いで、まあ、クリーンシートに貢献しました。彼もフィット感っていうのもどんどん増してきているかなと思います。まあ、さて試合としてはこんな感じですが、まあ、この試合の位置づけについて少しだけ個人的な考えも話したいと思います。ホームタウンが同じということで、まあ、一応ダービーという位置づけですが、正直このカードへの向き合い方が私もよくわからないかなといった印象です。まあ、同じホームタウンの試合にもかかわらず席もスカスカですし、まあ、一応断るごとにブーイングは仕掛けてくるんですけれども、まあ、人数も少なく声も小さいので、まあ、張り合いもないですし、まあ、久々は全席声出し OK ではあったものの、まあ、相手からダービー感を感じるっていうのはできなかったかなといった印象です。 F マリノスの試合前や当日の広告、まあ、演出の映像だったりを見ても、まあ、横浜を盛り上げるべく、まあ、このカードに向けてしっかり準備していたっていうのは見えたので、まあ、そうした準備をしてくださった運営の方々がもう少し報われてほしいかなと思うばかりでした。まあ、私も当時は小さかったので、このクラブの消滅であったり新たなクラブ創設の経緯まで、まあ、詳細を把握しているわけではないんですけれども、まあ、F マリノスと名乗り続ける意味も含めてここは引き続き勉強しなければいけないかなと思っています。まあ、現状 SNS 上では、まあ、明らかに事実と異なると思われる情報も出ているので、まあ、ここは一人でも多くの人がこの歴史を知った上でこの試合の位置づけというのを考えられるようになればいいかなと思っています。まあ、ただ F マリノス側もまだまだ動員を増やす余地は十分あると思いますし、まあ、淡々とクラブが良くなる方向に動くように、まあ、こちらからもサポートできればいいのかなと思っています。そして、まあ、もう一個大事なのは試合のスコアで差を示し続ける、まあ、ここも大事にしていってほしいかなと思います。俺たちが横浜である、まあ、ここのプライドというのは一生譲らず生きていこうと思います。今回は以上となります。次節は湘南ベルマーレとの神奈川ダービーとなります。 FC 東京との対戦も見ましたが、まあ、相変わらず荒削りな部分はありながらも前の推進力や強度面というのは、まあ、J1 屈指ですし、まあ、特に立ち上がりというのはマリノスも受けに回る時間もありそうですが、まあ、なんとかしのいでそこから自分たちが優位に進められるといいのかなと思います。あとは屋根のないスタジアムなので、まあ、雨が降らないことを個人的には祈っております。またこちらのチャンネルでは他にも名古屋グランパスやガンバ大阪の動画もアップしておりますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。